2018年9月20日、千葉県九十九里町の片貝海岸において、下半ポンプを使用した海水の1000メートル送水試験を行いました。有事の際、市街地での水源が不足した場合、遠く離れた海水を水源として消火活動を行わなければならない事態も想定されます。こうしたことから、VE90ASTI B1 級下半ポンプを使用して低圧損ホースを50本、一線放水にて1000メートル先での放水圧および水量を検証いたしました。1000メートル先での筒先圧力および水量の検証はご覧の条件下で行いました。3、2、1、放水開始。検証の結果はご覧の通りです。海水・汚水を使用した場合は清水を通してポンプを運転し内部を洗浄してください。ポンプ給水口にRC ホッパーを取り付けます。放水弁ハンドルを若干開き、ポンプ内の空気を出しながら RC ホッパーに清水を口元まで満たし、放水弁ハンドルをしっかり閉じます。エンジンをかけ、圧力ゲージの指示が 0.4 メガパスカル程度の位置になるようにスロットルダイヤルを操作し、およそ 1、2 分間運転してください。その後、スロットルダイヤルを低圧に戻し、手動で真空ポンプを5秒ほど作動させ、真空ポンプ排水パイプから水を排出させます。エンジンを停止します。運転後、各部のバルブを開き、水を完全に排出してください。使用後、完全に排水を確認の上、バルブ類および給水口キャップを閉じてください。スロットルダイヤルを給水の位置にして空運転し、給水操作で真空形成確認後、真空漏れがないことを確認してください。エンジン停止後、ポンプ排水バルブを開け、ゲージ指針が0の位置となったら、ポンプ排水バルブを閉めてください。